じゃあ始めます。じゃあ今日は、この一倍起床門という、お話を、させていただきたいと思います。でこれはですね、あの法然上人の教えを、一代の教えをね、一枚の紙に収まるぐらいの、文章にまとめた、法然上人の最後の教え、まあ御遺言と言われている教えでありまして、浄土宗では非常にあの有名でございます。もうこの法然上人ご自身が最後にね、この一子一つの神に全部収まって、これが仏教の至極であると、浄土宗の至極、これ以上の教えはないと、あの膨大な教え仏教にあるんですけどね、まあ、法然上人ならば千尺本願念仏集という、もうすごい本を書かれたんですけども、その内容をですね、一つの、ね、紙に収まるぐらいの、ね、教えにまとめられた教えで、これが分かれば、まあ、仏教の全てが分かると、まあ、この中に仏教の教えが封じ込められておりますので、だから浄土真宗も実はここに収まると言っているんですね。ね、広げればお釈迦様一代の教えもここにね収められるぐらいの内容がありますのでね、今日はまずこの一枚起床門をね、学ばせていただきたいと思います。まず一枚起床門を簡単にね説明いたしますと、これはですね、法然上人が亡くなられるですね2日前にお書き下されたものですね。建暦2年正月23日、法然上人が亡くなられる2日前ですね、お弟子であったね清官坊という方がおられまして、その方がねもう最後ね、法然上人の教えをですね、ご教授もらいたいとお願いされたんですね。だからこれ起請なんですね、恋請求の請ね、ぜひ教えてくださいと請求で恋願われた、それによって起こされた教えなんですね。文章であります。一代教家、法然上人の一代の教えのね、大元御心願意、ね、本当の心をですね、まあ、略してね述べられたもの。そして法然上人亡くなった後ね、お弟子がたくさんいたんで、おそらく別れるだろうとお弟子たちがね、まあ、喧嘩というかね、教えがいろいろまたね揉めるだろうから、揉めないためにね、滅後の邪義ということで、亡くなった後ですね、間違わないようにね戒めるために結界と言いまして、残された教え結界されたと言われます。じゃあ早速ね、見ていきたいと思います。まず一度読んでみたいと思いますね。もろこし我が町にもろもろの智者たちのさたし申さるる観念の念にもあらず、まだ学問をして念の心を悟りて申す念仏にもあらず、ただ往生極楽のためには南無阿弥陀仏と申せば疑いなく往生するぞと思い取りて申すほかに別の司祭そうらわず、ただし、ここまで結構知られてる、この後あまり読まない人いるんですけどね、ただし三人四周など申すことの候は皆欠場をして、皆欠場をして南無阿弥陀仏にて往生するぞと思ううちにこもれり、このほかに奥深きことを存ぜば二尊の恩憐れめに外れ本願に漏れ候べし、念仏を信ぜん人はたとえ一代の法を学ぶとも一文淵の愚鈍の身になして、天入道の無知の共柄に動じて智者の振る舞いをせずして、ただ一向に念仏すべしと。そしてこの後ね、証拠のためにね、証拠のために両手をね、まあ、印鑑のようになんかね押されたんでしょうかね、これは法然の書いた文章だということで、そういう証明をされて、そして浄土宗の安人企業、浄土宗の安人信人ですね、企業とは行実践、
仏教には信心と行が両方が2つ揃って悟りが開けますから、だから安心と行、起行、行を起こす。ここでね、安心と、安心とは三人ですけどね、起行はまあこの刺繍、ね、安心と起行、ね、がこのね一子にね全部収まっていると、いわゆる信心と念仏についてですね、全部収まっている。これ以上極まりはない。一心に至極せり。元空が所存。この元空が、教えたかったこと、所存。申し述べたいことは、この他に、これ以外に、全くね、別義、別の教えなんかはないんだと。これ以外に法然の元空の教えはないと。ね、滅後の邪義、ね、この法然が滅し、涅槃に入った後ね、邪義、間違った教えを、防ぐために私はこれを書き記し終えましたと、こうはっきりね法然上人に書かれたんですね。これが建長2歳、正月23日元空御飯といって、でこのあと2日後、正月25日に法然上人は亡くなられるんでね、ただその日をあの御命日として浄土宗ではね、まあこの行事を、するんですけどね。でポイントはこれ別に浄土真宗の方もね、内容はね、同じですからね。あの、親鸞聖人ご自身はですね、この浄土真宗を開いた方は、法然上人だと、こうあの、何回もおっしゃってるんですね。私は一週一杯開く気持ちなんかさらさらないと。まあ、後の人がそう言ったんであってね。親鸞聖人ご自身は、私は、ただ、法然上人のお釈迦様の御心を我も信じ、皆さんにお伝えするだけ。私は法然上人から教えてもらったことをただお伝えするだけ。あの有名な教行信証もね、実はあれね、千尺本願念仏師のね、あれ改正書なんですね。まあ、この後またあのちょっとそれもお話しますけどね。だからさらに親鸞私なしだからね、本当のこと言ったら仏教イコール浄土宗、浄土宗イコール浄土真宗なんです。これが親鸞上人の立場なんですね。だからこれね、ね改正して全くね浄土真宗から言ってもね、あの問題ありませんし、まあこれが仏教そのものでありますからね。まあ、それで今日はね、この一枚起承文を皆さんに、お話今日はさせていただきます。まず早速いきますね。まず諸越我が地方に諸々の知者たちの沙汰し申さるる観念の念にもあらず。まず諸越、これは唐のこと、まあ、中国ですね。昔は唐諸越と言いました。まあ、この唐の時代に仏教がたくさん入ってきたんで、この念仏の教えもね、まあ、禅道大師の教えなんですね。あの法然上人は、まあ、念仏でも実はいろんな念仏が中国にあったんですけどね、その中の禅道大師の教えを法然上人は、ね、あのこれぞと思われたんです。で唐の時代に禅道大師が大活躍されていたんでね、それで諸越ですよね。で法然上人の場合はですね、私は一重に禅道一師によると言われてね、私の教えはね、法然は一重にね禅道一人を先生として私は仰ぎますと。まあ時間はずれてますけどね、ちょっと時間はラグはあるんだけども、禅道大師の教えをそのまま伝えたのが法然上人なんです。でその念仏の教えについてここで述べられます。まず唐の時代のことを諸越、そして我が地を、まあ、その後ね、あの飛鳥ね、あの飛鳥奈良とね、どんどん仏教が入ってくるんですね。で実はあの念仏の教えもね、あのたくさん入ってきたんです。ただ念仏の教えはね、一宗一派としてはね、残念ながらね、国がまだ認めなかったんですね。でももうすでにね、聖徳太子の頃から実はね、もう教えはありました。あの聖徳太子自身がね、無量寿経というね、お経をね解釈されたという記録が残ってますけどね。だから元々はもう日本にあったんですね。仏教が伝わった頃にすでにね、諸越我が地方にね、念仏の教えがございました。でその方々が教えられた念仏というのはですね、諸々の智者たち、知恵のある者たち、ね、優れた智者たちが沙汰する、これ問題にする、ね、論議する、ね、そういう優れた人たちが、ね、申される観念の念にもあらず。あの実は念仏といってもですね、お経を読んだらね、いろんな念仏が実はあるんです。で
あの法然上人寺の念仏はね、観念の念、観念の念の念仏、もしくは学問をして念の心を悟って悟る念仏というね、あのいくつもね念仏がね実はいくつもあるんです。まあ一言言いますとですね、当時の念仏を大きく2つ分けたらですね、この正道仏教といって、もう優れた使者たちがね、この観念といいまして、これでずっと仏様をね、この観察する、思い続けるね、そういう念仏というのがあるんですね。あの本来の念仏はね、心でずっと仏をね思い続ける、これが本当の念仏なんです。あるいは仏をね真理というふうに理解して、真理をずっとね心で思い続ける、これが本来の、あの念仏、ね、そういう念仏がお経にいっぱいあるんですね。でそれに対して、法然上人がおっしゃった念仏はね、称名念仏なんですね。称名、口で唱える念仏、これ川村人の最後に書いてあるんだけど ね、本来念仏はねずっとね思い続ける念仏だけども、これができない人は口で南無阿弥陀仏と唱えたら救われると、そういうような文章があるので、それで念仏がですね、まあ大きくこの優れた人の実践する念仏と凡夫ね、そういう修行ができない人の実践する念仏が称名念仏ということで、主役の念仏と脇役の念仏というのがあったんです。実際念仏でね、お経を勉強したらいっぱい出てきますから、誰もがね念仏は素晴らしいんです。でもそれはこの観念の念仏であり、学問をして念の心を悟る念仏なんです。でも法然上人がおっしゃる念仏はね、あの当時の正道仏教で言われていた、ね、そういう念仏じゃないんですわ。主役であった念仏はね、これを脇役にして、脇役だった念仏をね主役にね転じられたんです。だからもう革命みたいなのをされたんですわ。当時の仏教界をねひっくり返すようなね、こんな解釈していいのと言われるようなことをされたんで、あの当時の奈良とかね平安のね伝統的な仏教徒からすればね、おいどうなっとるんだということで激しい攻撃を受けたもね、あのよく私分かります。まあ、後でそれまで話しますけどね。でそういうね、あの革命的なことをされたのが法然上人なんです。で、そういうね当時の、ね、正道仏教で言われている念仏じゃないということをまずね言われてます。ではっきり言いますとね、あのこれ別にね間違ってはないんですわ、ね、いずれも正道仏教も浄土仏教も ね優れた人はこの念仏でもねいいんです、ね、ただね当時はね末法思想といって、もうほとんどはねもう大変な時代でしたし、修行が実践できない方が多いしね、あの凡夫といってね、もう凡夫はねもう修行できないと、もう見捨てられていたんですね。でもそういう見捨てられていた人に対して法然上人がね、凡夫でも救われる、いや凡夫こそがということで、この脇役だった念仏をねもう主役に持っていかれてね、これで万人が救われる、法然上人はねもう万人が救われる道をね明らかにしたかったんです。凡夫でも救われる、当時はねもうあの凡夫はね救われないようにね、もう見捨てられていたんで、でいや、ね、本当の仏教はどんな人でもね、救われることをね、明らかにねしようとされてますので、家帰って夜電話するわ。はい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 。すみません。もう一回言いますと、まずここで最初はですね、当時やった念仏の教えではないと。観念ですね、この優れた実践によって仏をずっと思い続ける、真理を思い続ける、あるいは仏様のね32層といってね、仏様のお姿をこれでずっと思い続けるとか、そういうのを観念の念と言いますけどね、そういうね正道仏教で言われている念仏じゃないんだと。またね学問、優れた学問を、して、そしてね、念の心を悟る、そういう念仏が当時の念仏でございました。そういう念仏を教えたんじゃないんだと。じゃあどういう念仏かというと、ね、ただ往生極楽のためには南無阿弥陀仏と申せば疑いなく往生するぞと思い取りて妄想家に別の死さえ候らわず、
ここで括弧にしたのはね、これが信心なんです。まことの念仏はね、信心がね、伴って念仏なんですね。この親鸞の場合はね、この信心をね、えぐり出して教えたんです。浄土宗の教えならばね、どうしてもね、信心がね、なんか軽んじられるような感じがあったんで、みんな誤解をした方が多かった。それで親鸞上人はね、この信心を特にね、強調されたんです。選択肢を読んでみるとね、確かに書いてあるんですね。私はね、30歳前後の頃ね、選択肢をね、全部私ね、移したんです、実は。実は法然上人がね、親鸞上人がお若い頃ね、選択肢をね、全部で移されたんですね。そういうのを私真似してね、移してね、勉強したんですけどね、やっぱりね、ほとんどのね、多くの大部分はやっぱりね、念仏念仏で、まあ行というかね、この行分かりやすいので、この行の内容で念仏を説いてるんですね。で、信心があんまり見えてこない。でもちゃんとあります。信心の伴った念仏とはっきりおっしゃってるんだけどもね、そこがね、もう軽視されてしまったというのがありまして、それで親鸞上人は法然門下の中でもね、特にこの信心を強調して明らかにされたのが親鸞上人なんです。で、実は全く同じなんですけどね、ただ強調の仕方が違うだけなんです。これはね、役割なんですけどね。もし親鸞上人がね、法然上人の立場だったらね、同じことをしたと思います。さあ、当時のね、時代のね、仏教常識がね、違うんです。それでやったことが違うんです。仏教というのはやっぱりね、当時のね、仏教のね、常識がね、やっぱりどんどん変わってきてるんで、だから教えたことがみんな違うのはね、理由があるんです。今ならばね、またこれと理由でも全然分かりませんからね、やっぱり今の時代に合った教え方があるんです。常識はみんな変わってますから、仏教の常識はね、そういう常識が法然上人と親鸞上人には違ってたんで、で、教えが違うと言われるんです。言いたいことはね、教えは一つなんです。ただそれをね、どの視点で話するか、どういう視点で仏教特化によってね、この教えがまるで違うように見えてしまうんです。で、ここもね、信心ははっきりおっしゃってることをちょっと私括弧、実際原本でもこれ括弧してますけどね、これが信心なんだと。この信心があって念仏。信心とはね、往生極楽のためには南無阿弥陀仏と申せば疑いなく往生するぞ、こういう心が起きた人が唱える念仏、そういう人が浄土に往生できると。で、この信心をね、カムルーチ教ではね、三人とおっしゃってね、この後説明しますが、四乗心、人心、エコー発願心、ね、この三心を伴った人の念仏を法然上人には実はおっしゃったんです、ね、これじゃないと極楽浄土には往生できないんですけどね。でもこれがほとんど今残念ながらね、誰も三人ってあんまりね、解く人いないんで、まあ、ここは難しいから置いといていうことで、これだけ見たらね、ただ何万だ何万だと唱えていたらみんな極楽に行けると、いや結構な教えやなと、何もいらんのやと、これ都合のいいように読んでしまうんですよ ね。別に学問をして念の頃を悟る念仏じゃないと、観念の念じゃないんだと、ただ ね、ただじゃそうなということで、ああありがたいことやと、はい、極楽死んだらいけるんから、はい、南無阿弥陀仏と唱えて疑いありませんから、はい、極楽に行けるんですねというね、なんかもう子供騙しのような教えにね、読む人もいるんだけどね、本当はそんな意味じゃないんです。本当は深い深い御心があるんだけども、やっぱり法然上人はね、もう万人が救われる、ボムでも救われる、ね、当時の学問のない方でもね、救われる道を明らかにしたいためにね、思いっきりね、分かりやすい、ギリギリまでのね、分かりやすい表現にされたために、実は誤解を招いたというところもあります。でもちゃんと法然上人この後にね、誤解されないためにね、ちゃんとね、釘を打っておられますからね、そこもこの後聞いてください。一応信心はこれですね、往生極楽のためには南無阿弥陀仏と申せば疑いなく往生するぞ、これを信心ならば、これをね、体験されたんですね。他力栄光の信心で阿弥陀仏からいただかれて、弥陀の本願誠だったというね、真実信心を、体得されたのが法然上人であり、実は親鸞上人です、ね、
これこういうふうなね、真実信心を体得されて思い取りて、ここからね、信心があって、そこから吹き上がってくる念仏ね、それがね、あの権法者の念仏とも言われますけどね、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と、モース以外に、他は以外ですね、モース以外に、ね、これ以外に別のことはありませんと、これ以外にないんだと、これが真実の信心、そしてそこから吹き上がってくる念仏、これがあと三人四宗なんですけどね、これ以外に仏教はないと、こういうふうにね、実は善導大師がおっしゃってるんです。それでこの後にね、この続きがあるんですね。でこの後にね、法然上人にね、ただしとおっしゃるんです。ただし、ね、でこのここまではもう分かりやすいしね、誰が読んでもね、本当にありがたいなとね思いますけども、ただしで、ね、読み間違えないためにね、ちゃんとね釘を打たれるんですね。ただしね、こうおっしゃってますね、三人四宗などの申すことの候は、これ実は善導大師がね、往生来参という本にねおっしゃってるんです、ね、三人というもの、ね、四条心、人心、へこつがん心、四宗、苦行宗、ね、無権宗、無余宗、長寿宗、これ信心と行なんですけどね、三人四宗、これが念仏に実はね収まっているんです。この二つね、信心と三人の四宗、これがまた念仏のね内容、中身でもあるんです。これをまあちょっと言わなかっただけなんですけどね、この三人四宗などの申すことの候はね、これがね皆欠如して、これが信心欠如の欠如ね、これがはっきりすると、これがね皆欠如して、はっきりして、はっきりしたところから出てくる言葉が南無阿弥陀仏、皆欠如して南無阿弥陀仏にて往生するぞと、南無阿弥陀仏にて往生するぞと思ううちにこもり候なり、ここにねみんなねこもってるんだと、三人四宗などのことにね念仏はみんなねこもっていると。だから念仏といったら当然三人も収まってるし、四宗も収まっている、これを実は抜かしてはいけないんですね。で最後にね、この他に、これ以外にね、これ以外に奥深きこと、ね、もう念仏といったら三人四宗ね、これ以外にね奥深いことがもしお前たちね、弟子たちに対してねあると思うならばね、それはね二尊の御心に御憐れみに外れますよと。二尊というのはね二人の尊い方、お釈迦様と阿弥陀様ですね。お釈迦様は西へ向かって行け、阿弥陀仏はね西岸から来いよ来いよとね、ね押し出され引っ張られて、私たちは今ねこの二百度住んでるんですけどね、そのね二人の尊いね憐れみ、お慈悲に外れてしまいますよ。これ以外にあると思うならばね、二尊の憐れみに外れてあなた本願に漏れてしまいますよと。本願はもうこれに収まるんだと。本願にはね四心心行欲生覚国ないし十年とあるんだけどね、それも実は言葉が言ったらこの内容と実はイコールなんです、ね、本願に漏れてしまいますよと。で念仏を信ずる人は、だから念仏を信じる人はですね、たとえ一代の方を学ぶとしても、お釈迦様は一代のね教えをですね、学ぼうとする場合において大切な心がけはね、自分はどんな身であるかをね知らねばならない、ね、俺は偉いんだとね、そういうね、そういうふうにうぬぼれてる人は仏法を聞けないというかね、この後にね一文不知の愚鈍、私とはね知らないね、一つの愚問すら知らない、愚かでどんくさい、ね、そういう自分というものをですね知るのが実は仏教なんですね。法然上人たら、ね、もうものすごい大学者ですけどね、ご自身のことをね重悪の法然、愚痴の法然とおっしゃってるんですね。これはね本当の自分が知らされた体験は ね俺はすごかったぜとはならないんですわ。みんなねお粗末な自分でありました。まずは凡夫の自覚ね、凡夫と知らされて、今度凡夫からね聖者
菩薩になっていくんですけどね。まずは凡夫の自覚、ね、みんなと同じ、私はみんなと変わりませんというところにね、必ず立つんです。生命はみんな平等なんです。そこにね、必ずね立つのが、これが誠の真理なんです、ね、真理は必ず ね上下はないと、俺は偉かった、俺は優れてるというね、うぬぼれが打ち砕かれたのが、これが真理なんです。だからね、誰もがね、まあ、ここまではちょっとあれですけどね、実際学問しててもね、なかなか心が分からなかったというかね、知識ではあったけどもね、本当の意味が分からなかった、一文不知の愚かでどんなね私であったとね、知らされるのが実は、ね、念仏者、ね、実は幸せな人なんですね。あともう一つ、天乳道の無知の友柄、これ意味から言ったら天さんで道に入った、まあ、天さんですけどね、天さんはそんなに勉強されてなかったと、仏道に入ったとしてもね、で無知、知恵のない私、まあこれも凡夫の意味ですね。凡夫、みんな同じ、たとえでバリバリのね学問があったにしてもね、法然上人のように愚痴の法然、重悪の法然というね、そういう意味にね立つのを、これを機の人心と言いまして、これがなかったらね浄土浄できないしね、また幸せになれない。これなかったらみんなうぬぼれてね、見下して罪作るんです。しかしみんな同じやとね、こういうね自覚が生まれたらね、罪悪減るんですね、見下す気持ちがなくなるからね、俺は偉い、俺は正しいのがね打ち砕かれるからね、罪悪 ね素直に罪悪認めるからね、作ってもね、すぐ自分に振り返ってね、懺悔が起きて罪が減っていくんです。ただ楽になります。素直に自分の姿を認めたらね、このような身に認めたらね、ものすごい楽になって罪悪も減っていきます、謙虚になっていきますよね。だから法然上人は、ね、一文不知の愚鈍の身になして、天乳道の友柄にね、同時で天乳道の無知の友柄同房に同じくして、知者の振る舞いをするなと、ね、まずは愚鈍と認めて、それから知者になるならばいいんですよ、ね、愚鈍と認めずしてね、俺は知者だと、そんなことはありませんから、まずは己の姿が知らされて、私はこういうね未熟者でございますと、まず謙虚に絶対なります。誠の人は、偽物はもう威張り散らしますけどね、必ず謙虚になります。だから法然上人には知者の振る舞いをせずして、ただ一向に念仏を示し、これはね、一向というのは一つに向くですけどね、仏教であれね、清らかな心になろうとすることに一つに向くんですよ。仏教はね、心を清らかにする教えです、ね、だから純粋に仏法を純粋に求める、心を清らかにしてはなかなかなれませんけどもね、心に清らかになりたい、正直でありたい、清らかでありたいというふうに心が一つに向いてね、念仏、仏を念じていく、これが仏法者であると。そして、これが仏法だから、この後に法然上人はこの証拠のために、自分がこれ書いたことを証明するために、証のために両手、両手を持ってね、なんか押されたのかね、指紋かちょっとよく分かりませんけども、そういうことをされたんですね。そしてこの後、浄土宗の安人、浄土宗の安人、信人ですね、企業、浄土宗の行というもの、これがこのね中にね、この一つの紙に収まるような一枚起承文に全部ね、至極至りて極まり、これ以上ないね、文章で私法然を精一杯書きましたと。それは元空が所存、元空が言いたかったこと、一生が言いたかったことは、これ以外に全く別義、別の教えはございませんと。滅後の邪義、この法然がもうこの後2日後に亡くなりますけども、亡くなった後ですね、間違った教えがはびこることのないように防ぐために、この法然が言いたかったことを私は最後、まあ、遺言として書き残しますと、こうね筆を持って書き記し終えられた。これが建長2歳、建長2年の正月23日元空御飯と、まあ、こういうふうな文章になっております。でそこでね、まあ、一番大事な部分がこれ説明がないんで、ここをね皆さんにね、紹介します。仏教はこの信心と念仏ですけどね、禅皇大師は、ね、
三人四種とおっしゃった。まあ三人はこれね、カム領事教にあるんですね。カム領事教にはですね、この四乗心、人心、意骨眼心、これ三つの頃がね、あなたに身に備わったならば浄土に間違いなく行けると、こういうふうにおっしゃってるんです。これも説明したらすごいもう膨大な時間かかるので、今日は簡単ですいませんけどね、簡単にこれ説明させてもらいますとね、まず四乗心、これ世間でも姿勢と言いますけどね、意味は最高に正直な心、最高に正直な心、外と内が一致した心、つまりね、嘘がねつけなくなるんです。悟った人はね、今は頑張ってね嘘をつかないようにするんですよ。実際あの好みになったらね、嘘がねつけなくなるんです。自分に正直になるんです。だからね、あの私はガーじゃなかった荒屋敷ゴーだったと分かるんですね。自分の正直な感情に気づいてね、自分を大切にするようになる。もう見栄を張ったりね、威張ったり、外にね健全精進、俺はね賢くて努力して善人だぞと、そういう振る舞いをねしなくなる、ね、言い隠しても意味がないと、それはガーだからね、そういうのをねやめるようになるんです。外と内が一致するたらね、嘘がねつけなくなる。これを親鸞聖人、禅宗大師が真実心ともおっしゃってますね。真実心、この四乗心とはね、死とは実なり真なり情とは実とおっしゃってね、これイコール真実心というふうにおっしゃってます。心が真実ということはですね、外と内が一致してまず正直になる。だからね、嘘つきは実は絶対救われないんです、ね、これ初期経典学んでも同じことが書いてます。初期経典でもね、まずね、よりかと悟り開いたらね、嘘がつけなくなるんです。ただね、まず仏教で大事なのはやっぱりね、嘘をつかない、ねね、嘘つきはマジじゃないけどね、自分が分からなくなる。嘘ついたらね、それをね正当化するためにね、いっぱい嘘をつかねばならないんですね。そのうちにね、自分がどんなものかね分からなくなるんです。嘘つきはおっしゃってたらね、絶対悟り開けませんとおっしゃってるんで、ただね、嘘はつかないように、つかないように、で黙秘けばいいですから言わなくてもいいからね、嘘は言わない方ができるだけねいいんです、皆さんが幸せになるためにはね、うん、だからといって人を傷つけたりしたらダメですよね、人を責めたりしたらよくないですけどね、あの自分の正直な気持ちをね、私は例えば悲しいですとかね、お前が悪いじゃなくてね、私そう言われたら私はちょっとね苦しかったですと、アイメッセージと言ってね、自分の正直な気持ちをやっぱり相手にやっぱり伝える、これは大事なことです。これになったら本当にね、苦しみほとんどありません。正直になれたら、自分のね心が分かったらね、これを否定したりね責めることがなくなりますから、だからまずは至上心を目指す ね、最高に正直な心、真実心を目指す、これ一応これ順番になってるんですけどね。でこの後人心、これは深い心、これもまた詳しく教えてるんですけどね、まあ、簡単に言いますとね、二種人心と言いまして、本当の自分の姿を知る。先ほど言ったようにね、あの一文淵の愚鈍、ね、天乳道の無知、己の本当の姿をね認めることですね。自分を否定しないこと、自分の本当の姿、ガーじゃなくてゴーの部分です ね、本当の自分はね、そんなあの立派な人間でございませんけどね、ある意味ね、あの子供みたいな頃です。それを否定しないこと、ね、俺は偉いんだじゃなくてね、本当は私寂しいんだと、ね、そばにおってほしいとか ね、私を認めてねとか、そういうね、あの大人からといえばちょっとね、あの子供のような心が誰もがあるんですね。それをね認めることですね。でそれを満たしていくことです。それで成長しますから。で私たちはね、それを否定するんですね。本当の自分は大体私たちをね否定するんです。だから本当の自分といったら大体ね、否定している自分です、ね、ただ自分を否定しないこと、ね、これが大事なんですね。自分の本当の姿を知ること、もう一つあとは法を敬う頃ですけどね、これを気の人心、法の人心と言いまして、己の姿を深く信ずる、そして法、仏法そのもの、弥陀の本願、仏法を深く信ずる、これを人心と言いますね。でこの身になったら今度はね、この涅槃道を進んでいくということで、エコー発願心、ね、
良いことを一生懸命やっていくんですね。善を励んでいくことによって、この善をですね、自分のためよりも多くの人のためにね、降り注いでいくんです。それでね、生きる方向性が変わる。エコーというのはね、回る向くといって、今まではね、自分のためだけに生きてきた、ね、自分が幸せになるために生きてきたね、この生き方が今度はね、人のためにね、このためた苦毒をね、伏せしていくんです。だからエコーといって、生き方がね、人々の幸せのためにという方向に、ね、生き方が変わることをエコーと言います。まあ、いろんな言い方ができるんですけどね。そして願いを起こす、浄土に生まれたいという願いを起こして、ね、エコーとはこれ差し向ける、ね、やった善を人のために与えていく、ね、自分のために使うんじゃなくて、人の幸せのためにね、良いことをしたものをね、布施して与えていく。それによってね、このガーがだんだん薄くなっていって、自分に対する執着が消えていってね、死の解決もこれでできるんです。これ実は本当にね、話はね、ものすごい深いんでね、本当こんな説明ではダメなんですけどね、今日はもう時間がないから本当に簡単にしましたけど、またいつかこれ詳しくね、話したいんですけどね。非常に深い深い内容がこれ三心でございます。三心ね。でも残念ながらこれね、カーボロジコではね、一言も説明がないんです。それで禅道大師がね、これをね、カーボロジコ書にね、ものすごいもう私服をね、たくさんのページ数を使って詳しく解説されたからね、法然上人には禅道大師すごいなぁとね、尊敬されたんです。この説明が禅道大師のね、まだすごいところでもあります。まあこれが三人ね。で次ね、実践、これ修行の週ですね。実際どういう、修行していけばいいか、どういう心で念仏を実践すればいいかといったらね、4つございますね。修行の週ですから、皆さんもこれね、実行されたらね、非常にいいですから、初めて聞く内容かもしれませんけどね、これ実践されたら本当にね、妄想が消えて幸せな心になります。説明します。苦行衆、無権衆、無用衆、長寿衆とありますが、まず漢字の意味ですね。苦はこれね、うやうやしい、ね、減り下るという意味ですね。つまり己の姿を知る。苦はね、己の姿を知る、謙虚になることです。今日はね、うやうやしく、己へりくだって、俺はね、愚鈍でございます、ね、無知の友柄でございますと、ね、未熟者でございますと、ね、自分のね、木を見つめるとお粗末な自分だと、そんな人を見下せるような、人を責めれるような自分じゃないと分かるからね、ね、これをうやうやしくというんです。これで気の人心なんです。気。今日がこれね、法を敬うんです。ね、仏法の素晴らしさ、仏様の尊さ、徳のある人をね、心から合唱し敬わずに折れなくなる。気に対しては気の人心、法の人心といって苦行ですね。ただこの苦行でイコール信心なんです。親鸞聖人も龍寺伯父もおっしゃってますけどね、この苦行という漢字で真実信心を表す言葉でもあるんです。これが行としてね、うやうやしく敬うというね、こういう念仏を勧められたんですね。ただ念仏でもね、自分の姿をね、反省し仏法の尊さで敬う、この合掌の姿ですね、これ南無阿弥陀仏というのは、こういう心の念仏ならば OK です。素晴らしい善でありね、罪悪は減っていきます、浄土に行けます。これが一つ目のね、念仏の納め方の一つ目でございます。二つ目、無権衆、間がない、これ、ね、途絶える間がない、ね、ずーっとね、思い続ける。私たちはね、ほっといたらね、いろんなことをね、思いますから、思うことは大体ね、妄想といってね、くだらんこと思うんです。この妄想仏教をなくすのがね、仏教なんです。で妄想をなくす方法としてね、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏とね、口で唱えるのも OK です。唱えたらね、他のことする暇がないからね、いいんですわ。私も以前念仏寺行ってね、お勤めがね、長いお勤めしました。浄土真宗なんですけどね、ひたすらね、念仏を40分唱えました。でも心気持ちよくなりましたね。瞑想、妄想できないからずーっと唱えるんですね。集中してるからね、集中力が高まってね、心がね、清らかになっていくんです。こういう効果があるからね、いいんです念仏で、ね、
ずっと唱えたらね、それが心が集中して罪悪作ってませんからね。で妄想がその時間止まってますからね、あの心が成長するんです。だから法然上人死ぬまでずっと唱えたもね、これを実践されたんです。まあなかなか普通できませんけどね、でもできる人は私されてもいいと思いますね。間がない、唱える間がなく、ずっとね南無阿弥陀仏を唱えると妄想が起きずに罪悪を作らない、そして心が清らかになっていくという方法が、これ初期仏教でも実は教えるんですね。初期仏教はこの無見性ね、まあ、座禅とかいろんな方法あるんですけどね、念仏以外の方法でこれを実践するんです。とにかくね、一つに集中することによって妄想をね勝っていく、起こさないようにするのがお釈迦様の教えなんで、それを法然上人や善導大師は念仏の方法で、ね、妄想をなくす教えを、お釈迦様から借りて、ね、無見性と、善導大師はおっしゃったんです。だからこれね、ある意味何でもいいんです本当はね、座禅でも何でもいいんですけども、一つに集中することによって無見性というね実践ができて、妄想をね、起こさずに済むことができるというのを無見性と言いますね。次、無余習、まあ、これもよく似てますけどね、あまりがないと書いて、念仏以外の他のところにね目を向けない、仏法以外の物柄に目を向けないこと、ね、仏法一つにね、心を向けることによって、ずっと仏法一つにね心を向けることによってね、これもね妄想を防ぐ働きなんですね。ずっと仏法一つ、あるいは念仏だけですよね、念仏に心一つ向けることによって、いわゆる妄想が起きないようにするために、仏法以外のもの、あまりのものにはない、と仏法以外に心がない状態が無余習であります。まあこれと似てますけどね。あと長寿習、これもよく似てますけども、長い時間ずっとね南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と唱えると、唱えることによってそれに心が集中してますから妄想が起きないと。だからこれね、一応念仏が本来の意味ですけどもね、これをね聴もに変えても同じですね。もう一日中聴もしてもね、これと同じ効果があります、ね、ずっと聴も、あるいは仏教の勉強でもいいですよ、ずっと仏法にねこう時間を使っている状態、この状態はね妄想が起きてませんから、罪悪作ってないからね、心が清らかになるね方法なんです。で法然上人や善導大師はこれを念仏ということでね、心を念仏に向けてうやうやしく敬う、間がないように途絶えないように念仏を、ね、実践していく、で念仏以外に心が向かないようにね、念仏以外の物柄に心が向かないようにしていく、長い時間ずっと実践していくと。でこれを法然上人はね、43歳でいわゆる逆襲の体験されたとね、亡くなるまでずっとこれをね南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と唱えてね行かれたというのが法然上人ですけどね。まあ形は念仏、あるいはそれを聴もと言い換えても同じですけどね、心を知っていただきたいと思います。確かにこの教えね、私が初期仏教を学んでますけども、初期仏教と私はこれはずれないと思います。で一応これでね仏教の教えが収まっている、特に愚鈍といって我々のようなね凡夫の場合はね、この教え方でもね非常に私は有効だと思います。一つにね心を一つにしてね、純粋な気持ちで求めていく、まあ唱える唱えない置いといてね、私は唱えるといいと思いますけどね、もしこれがあれならば私は聴も、まあ、浄土真宗はこの念仏をね信心にちょっとね移行して、信心を中心と教えられて、その後蓮如上人が聴もということでね大きくねちょっと変えていってる感じがしますけど、でも聴もでもねお釈迦様はね瞑想できない人は聴もだけで当時の人は救われてますから、だから御心はね同じだと思いますね。まあこれが一枚起聴文ですね。まあこの三次四修がねあんまり説明がないんでね、まあここは私は本当は大事だと思うんで、ここを本当はねよく皆さんに知っていただくのが本当はいいかなと思ってます。じゃあ少し休憩を挟んで、この後ね続けたいと思います。